ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。この旅行動画にぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。2023年明けましておめでとうございます。新しい年になりました。現在地なんですが、JR 東海の三島駅です。ここから新しい旅がまた始まるんですけれども、前回の紅葉満喫編の最終回で兼六園散策したんですが、その時に次回は初詣をテーマに紀伊半島を旅しますと言いました。今回、和歌山、三重、奈良、滋賀、この4県を一気に3泊4日の旅程で旅します。それで非常にシリアスな状態になってます。この映像を撮っているのが2023年1月7日なんですが、僕都内を朝の5時43分新橋発の東海道線の列車に乗ったんですけれども、それから1時間半以上経過した湯河原に到着した時に三島沼津間で踏切のトラブルがあったために約20分間足止めを食らうことになってしまいました。飛行中の幸いと言いますか、なんとか三島駅に来ることはできたんです。で、ここから本題です。静岡県内18切符の旅では乗り換えの回数が多くて、僕も以前18切符の旅をした時に非常に困った記憶があります。ところがです、各駅には止まるんですけれども、乗り換えを一切挟まずに静岡県を横断できる列車を見つけたんです。三島駅からだと朝のたった2本7時49分発豊橋行きと朝8時27分発の豊橋行き、これに乗ってどのぐらい違うのか18切符の旅の参考になると思いますから、ぜひ最後まで見てください。もうすぐ4番線に豊橋行きの列車が来ます。三島でご飯でも買えればいいなと思ったんですが、その段階ではなくなってしまいました。まあ、とにかく静岡県攻略の鍵となるこの列車乗り込みます。いや、ちょっと聞いてないようですよ。本当に4番線って言ったら向こう側じゃないですか。今急いで降ります。早くしないと、この8時27分の列車を逃したらもう後ないです。乗り換え時刻になってしまいますんで。ああ、よかった、これで間に合うかな。来ました来ました、これです。これに乗りましょう。豊橋行きですね。豊橋行きの列車なんですけど、JR 東海さんによくあるロングシートタイプです。乗り換えを挟むと6時間ぐらいかかるんですけど、まあ、これで3時間9分で来るというわけです。午前8時40分、三島駅を出発しました。各駅には止まりますが、豊橋に向かって、これから3時間の各駅停車の旅が始まります。ぜひ最後まで楽しんでください。出発から4分で沼津駅到着です。列車の遅延の影響はやはり後に続く駅の方でもかなり深刻なようで、沼津駅のホームは乗車待ちのお客さんでごった返しております。午前8時50分、沼津駅出発しました。お隣のホームから乗り込まれた乗客の方もいらっしゃったんで、車内かなり混み合っております。後に静岡駅ですが、多分この状態だとまた触り込むでしょうね。静岡駅到着しました。いっぱい人いっぱいいますね。静岡駅出発しました。静岡駅到着したことで大半の乗客の方降りられたみたいです。他の車両はわからないんですけど、先頭車両に関してはだいぶ混雑が緩和されたように感じます。
さあ、ここから先どうなるでしょうか。また動きがあるかもしれません。今、大井川橋梁を渡っております。今、大井川橋梁を渡り切りました。次は大井川鉄道の始発駅、金谷駅ですね。金谷駅着きました。出発しました。その先にトンネルが控えているので、あ、もう入っちゃったけど、入っちゃいましたね、トンネル。後ろの車両を映してみようかなと思ったんです。それどころじゃないです。後方の車両も先頭車両以上に混み合ってます。それどころじゃありません。物足りない部分もあるかもしれませんが、僕は先頭車両を中心に映像を演出したいと思います。どうやら後ろの山頂は浜松駅に切り離しあるみたいですね。天竜川駅に出発しましたので、次はいよいよ浜松です。三島からスタートした静岡県横断の旅が終わろうとしております。浜松駅に先ほど利用のお客様は前寄り間に赤いシートに列車をご利用ください。そろそろ浜松着きます。午前11時1分、浜松駅到着しました。それにしてもすごい人だな。落ち着くかと思ったら、まだ乗客増えそうです。浜松駅で始まったみたいなんですけども、今降りてしまうと多分スケジュールは切れるので、このまま待機してます。いろんな車両が対する出発になると思います。午前11時7分、浜松駅を出発です。この先には浜名湖が待ち構えてます。弁天島駅到着です。
弁天島駅出発です。見づらいんですけども、画面左が湖、これも浜名湖でしょ。終点豊橋です。8番に到着、出口は右側です。午前11時41分、豊橋駅到着です。三島駅を出発してから約3時間の過酷な旅が終わろうとしています。結局座れなかったね。というわけで、三島駅から3時間豊橋駅やってきました。大変でしたね。大変だったですけども、なんとか来ることができました。映像にはなってないんですけど、湯河原で足止めを食らった時にはどうなるかと思いましたけども、なんとか挽回して午前中のうちに豊橋に来ることができたんで、よかったなと思います。そんなわけで、今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。今度は名古屋から紀勢本線での気ままなローカル線の旅お見せしますので、楽しみにしていてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。